こんにちは。こんにちは。今回も、はい、わざわざ福井県から、はい、来てもらいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの今日お店の方の打ち合わせをやるのにわざわざ来てくれて、はい、お店のレイアウトだとかこれどうしようとか、あの、はい、厨房の機材とか、はい、全部一緒に考えてくれて、はい、ありがとうございます。何から何まですみません。いいありがとうございます。そして今日、はい、あのメニューを作ってくれるんですよね、はい、あのそうですね、実際ちょっとネタをたくさん持ってきたんで、はい、一回ちょっと好きなネタを食べさせてくれるっていう、はい、なんかいいねっていうくらい。ちなみに昨日俺、はい、あのカニ味噌の、はい、どうぞカニは無視。これあれなんですよね、今月4月末ぐらいから楽天で買えるんですよね、うん、そうです。4月30日から楽天と公式サイトで、うん、一般取り扱いこちらですね、カニ味噌。 俺も超嬉しい、うん、俺もずっと買うと思う。ちなみにこれで、ね、用意していただいたけどね、うん、はい、あの畑くんが、はい、あの簡単分ちゃんと予約サイトのねやつで買いました。幕開けのあれで、ね、これもうまい。俺は人生で一番好きな食べ物これカニ味噌。お前大げさじゃないです。本当に人生一好きなやつこれ、うん、マジでうまい、ね、うまい。でちょっと今回答とか準備していただいてるので、はい、この後あのみんなが希望を出した俺確かカニまぶしって言ったもんさ、ありがとうございます。超楽しみだぜ、ちょっと準備します。はい、よろしくお願いします。誰が止まらないです。どんどん準備してもらってます。あ、そうやってなんかちょっとつぶ貝の、つぶ貝そのまま食えても内臓みたいなの出さないとダメだな。いいなぁ、サーモンも。これは、海外のやつ。そうですね、これ海外産の。いやでもうまそう。食いしん坊も寄ってきたもんね。食いしん坊来た。ラーメン食べた後の食いしん坊。かき込んできたやろね、ラーメンを。もでちょっとうちの新メニュー、はい、さっき考えたけど、はい、プラス500円で味噌を間に挟めます。ご飯のどんな丼ぶりでも味噌を間に挟めます。うしょ。俺これを2位頼むから。味噌2人分です。味噌、うん、味噌丼。味噌丼。いい思いしかしてないよね、申し訳ないな。おじんがもうそわそわして笑顔でうろうろしてる。ご飯も追加せんばかな。大丈夫かな。もうちょっと一歩だよね。プラス3号耐えてったらよかったかな。うわちゃんとカニの身も入っとくけですね、ほんと。あ、うん、そう、それがうまいんだよね。うわ、大量、うん、そんなに。おら、プロつけてしもうた。ちょっとダメだもん、これ世界一うまいもんな。生きててよかったって感じや、なんかご飯食うのが一番幸せよね。幸せ、マジで生きててよかった、これ。じゃあ、僕7種丼ぶり、はい、作っていきます。はい、お願いします。7種丼ぶりが、ノーマルで、はい、こちらがまあノーマル用で、こっちがカニ味噌、はい、はい、プラス、はい、追加のカニ味噌バーガー、はい、まずこれボタンエビですね。でかい、はい、こちら本ボタンエビ、うん、あとこちらが越前産の甘エビですね。よだれがねえ、それに尽きるよ。ずっとよだれが止まらんけど。ジンもジンラーメン食ってきたけどね。ラーメンとチャーハン食べてきました。来ました、カニの、はい、これがうまいな。こちらがカニ身ですね。はい、はい、であの今回まあ使っていくカニ身はこれあの、うん、日本海産の、うん、ベニザイガニ、うん、なんですけど、あの産地が日本海のカニなんで、うん、こちらのカニを使っていきます。これね、めっちゃうまいの、マジで。これが、うん、あの神崎で食べれるってやばいよね。コスト降りてすぐですよ ね、 吉野ヶ里駅そば、うん、じ
ちらこちら、ホタテです。ホタテ、はい、ホタテの貝柱。これもうまいです。これも横ではなんか炙りの準備も。カニまぶし。はい。あと、イカですね。イカ、はい、国産のヤリイカ、はい。こちら国産ヤリイカを使っていきます、はい、今回は。よっしゃ。うまそう、七種の。ウニも乗るんですよね、いいウニ。そうですね。あ、で、ウニは、ヨレさん、あ、お願いしていいですか。はい。うわ、地元のウニね。はい、ウニだけはやっぱ冷凍とかより、地元で仕入れるっていうことで、はい、地元のウニを、どれを仕入れるか決まってないけど、とりあえず地元のウニを。あの、カニマブシがめっちゃ美味しそうこれめちゃめちゃいいウニですね、これ。めちゃめちゃいいウニです。赤ウニめちゃめちゃいいウニです、はい、今日ちょっと味見しようかな一旦本物かどうかやっぱあの仕入れ先を決めるっていうのは、うん、そうですねやっぱ大事ですからね試食は大事なんで、うん、先にこれ洋来丼ですおっ、はい、わーはいありがとうございますいただきますあの地元の北村醤油さんのお刺身醤油を、はい、使うと思うので、はい、なるほどなるほどはいカニも炙られてウニを抜けてますね一旦ねウニウニいいですかウニウニウニこれうまいっすねやばいこれめっちゃいいウニっすねマジでうまいあーうまいスーッとねこれはスーッと口の中でうまっ毎日ウニ丼ですねこれちょ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 なくなるなくなるうまっちょっとウニ丼に乗せてもらおうかなはい後で食べれるからやばいしないといつまだ来るもう止まらないあらーうまっうますぎる。うまい。で、七種丼もいくらトッピングして、はい、はい、一旦こんな感じで。はい。うまい。はい。うまそう。基本地元九州というか神崎地区の、はい、北村醤油さん。はい。お願いします。お願いします。ああ、うまい。もう、うちがあの、ウニが呼び水になってもうダメダメだもんもうダメいやーこれ、よーうまそうやなこれやっぱ俺が好きなの乗せてるからだろこれもめっちゃうまそう自分が好きなのを乗せたやつだからカニマブシ、七種もう我慢できんけ、俺座っとくよ、俺の丼の前にそわそわ騒がしてうわ、七種丼うまそう、これもうわ、もうめっちゃうまそうこれはうまいよ、知ってるよあら、おしゃれにイクラのほらすごいに乗っかっとるこんな感じですよね、うん、本当はこれあの、はい、福井のお店で出たようにお盆に乗ってって感じですよね、はいはいはい、そうですねこのとろろとあとまあ梅のたたき、うんうん、あとこのだしで最後ちょっとしめ茶漬けにするっていう感じ、でも俺これで全部我慢できなくなるんだよ唾液が先からもう、うん、もう食べていいですかどうぞどうぞいただきますいただきますわさび醤油とかそうですねもう海鮮丼はもうわさび醤油、はい、あのかけてもらってはい我慢できないチームももうそうそう食べたやろ俺ら何も食ってないけどねでも空腹ですよ空腹もラーメンとラーメンとチャーハン食ったのに30分くらいで全部消化してよしそれではいただきます、はい、これがうまいんだいただきます、はい、いただきますいくらとろいくらうわやっぱ俺、うん、これが世界一好きだうめえやばうめえ
あのね、喧嘩してないもんね、食材が。もう仲良し。一回俺こっちに移さないといけない。あ、そっかそっか、そのまま。そのまま。もうそのまま言ってた、もう。うまい。無言になって食べちゃう。無言。早くご飯。白ご飯。うわ、ちゃんとこら、カニ味噌も挟んであって。あ、そうやったね。うあ。俺、とろろ。ああ。うますぎる。マジでうまいっす。これね、カニじゃなくてもカニ味噌。あり。あり、うん、マジ。それもちょっと、うんうん、今度試そう、俺。マジでうまい。うん、とろろとカニ味噌も合う。ちゃんとうまいけん。梅干し、梅のせて。すぎる。いかも美味しい。うん。うまい。カニ茶漬け梅。え、梅干しがめっちゃいい味出しますね。ありますよね。俺絶対前回も同じこと言った。でも改めて思った。めっちゃ合う梅干しがすごいですね。お店行って2杯頼みたいもん、これ、うんうん、2杯いけますもん、もういけるやばい、次何しようかな、俺さあ、おかわりちょっとこの後、あのまだ、ね、提案してない、ちょっとあの、はい、メニューのちょっと試食の方もちょっと提案させてもらっていいですか。2杯目2杯目、我慢したらいいですよ。ほら、うますぎる。一瞬でなくなりました。ごちそうさまでした。めっちゃうまいね。めっちゃうまいね。カニ味噌やっぱあり。あり。めっちゃありね。ありやろうね。そうっすね。そんな感じで、あの前回半年ぐらい前に福井の方で打ち合わせさせてもらって、うん、はい、で今回あのわざわざ来ていただいたので、あの出してもらいました、はい、ということで、はい、通販でも買えますので、うん、松山さんの、ね、はい、楽天、アマゾン、はい、ホームページ、はい、本店のホームページでも買えるので、はい、カニ味噌が一番おすすめです。いやー、おすすめいたしたらね、カニ味噌ホタテ、すごい、ほんとも全部うまいから。でもなんかホームページ眺めてるだけで楽しそうなので見てください。リンク貼っておきます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はいし、はい。